ウミサソリ、ウミサソリ、ウミサソリ、英語名、ユリプターット、およびウミサソリ類は、ハサミカクアモンに分類される絶滅した、節足動物である。ウミサソリ目、コウツバサメ、ユリプターダを構成し、シノニム、異名に、和名、オオサソリ目がある。最古の化石記録は、古生代オルドビスキ中期ダルウィルキ、およそ4億6730万年前まで、 遡り、シルルキからデボンキにかけて栄えた肉食性水生動物であるが、特にシルルキには海中における頂点捕食者であったとされる。生物群として約2億年間生き続けたが、古生代を終わらせた約2億5140万年前、ペルム期末、PT 協会の大絶滅期を乗り切ることはできず、それ以降の地質時代から姿を消した。 大きいものは2.5メートルにも達し、これらは基地で史上最大級の節足動物であり、2.3メートルの化石タアシルやアースロプレウラと双壁をなす。海ソリ類として一般的周知の種は、紹介例の多いユーリプテルス属は比較的よく知られている。学名は、ユリーズエウルス、ヒロイ、デロンプテロン、翼、カイニ、 一般的に木名に使われる語尾の一ついらを添えたもので、おそらくその会場の足を指して名付けたもの。音訳としては他の慣習に順じて、ユーリプテリダ、エウリプテリダ、エウリプテリダなどが考えられる。英語ではユーリプティリッドという、中国語では訳語にカブトガニの字を付け足して、カンタイアザと呼ぶ。他にカンタイアザの名もある。和名。 海サソリは、英語における学術的通称である、に由来すると思われる。中国語でも、同様に、である。標準和名である、海サソリ目の名はこれに単純に、名を添えたものだが、学名の由来、上記の訳質にはなっておらず、このことから、二十世紀末期以前には、標準和名として通用していた、コウツバサメ及び、コウツバサ類という呼び名の方がむしろ本来である。 との考え方がある体は扁平で長く、前体、頭胸部と後体、腹部に分かれる。ほとんどの種類は大型の節足動物であり、1メートル前後に及ぶのものが多い。2メートル以上にも達する基地最大級の節足動物として知られる章も含むが、数センチしか及ばない小型種もいくつかある。全体は幅広く、 背面の前方両側には一体の副眼が、中央には単眼があった。全体の下面は、計六体の付属子を持ち、最初の一体はハサミ角である。三節からなり、通常は短いハサミ状の付属子であるが、プテリゴトゥスカの場合、ハサミ角は腕のように長く伸びていた。ハサミ角の直後は五体の付属子が並び、それぞれの基部、季節は、口を囲んだ。 咀嚼器である、顎元、ナシペースを持つ。そのうち最初の1体は、フレッシュであるが、形態的に特殊化していない。それ以降の4体は、不足であり、最後の1体は、エウルプテルスアモク、ユリプテリーナの場合ではよく発達し、最後の数節が扁平になっており、遊泳に用いたもの、遊泳客と考えられる。スティロネルスアモク、スタイロニリーナの場合、この足は特殊化せず、 不脚型のままである。あと体は長く伸び、12節に見えるが、もともとは13節で、そのうちの第1節が著しく退化していたと考えられる。あと体はやや幅広い中体、全腹部とやや狭い中体、五腹部に分かれるものもある。あと体の全6節の仮面には平板状の付属し、外反がある。前、体との接続部の中心には、 メタストーマという第四脚の間まで伸びていた一枚の小さな板状構造を持ち、これは退化した後体第一節に由来し、左右融合した付属子であると考えられる。メタストーマに次ぐ二節は一枚の生殖郊外、ジェニータルオッパーアーキアラムに覆われ、生殖子、ジェニータルアッペンダゲを持つ。生殖詞は細長いタイプと短いタイプという二つの形態に分かれ、 前者はメス、後者はオスであったと思われる。あとの四節は、それぞれ、ブラッドフセという、平たい付属詞があり、裏面は呼吸用のショエラが付属していた。これらの付属詞は、キーマンプラットンというショエラとは別の呼吸器官を持つ、あと体の面に合わせて、エラ質、ギルチェンバーを構成していた。あと体の最後尾は微節を持ち、肩状に尖ったものが多く、ヘラ状のものもある。 多くは、旋回、特にサンゴ礁のラグーンに生息していたものと思われ、淡水域にも生息するものがあった。一部は陸に出ることができたらしく、それを示唆する足跡化石、生ン化石も発見される。エラ質と2種類の呼吸器官を持つことにより、短時間の陸上活動もできたと考えられる。複雑な生殖器を持つことにより、海サソリは、 カブトガニ類のような体外受精をせず、むしろクモ型類のように体外受精をし、メスが特殊化した生殖子を用いて、オスの生産やを受け取ったと考えられる。従来、ウミサソリはカブトガニ類、ケンビ類に禁煙とされ、共に不死口綱、桃口綱に分類された。これは、両者の多くの形態的類似点によって支持される。しかし2010年代以降では、 生産やの受け渡しに適した、硬質な生殖器を持つなどの形質に基づいて、むしろ雲型類の姉妹群、スクローラフォーラタ及びメタスタマタを構成するとみなす、系統的くらいの方が広く認められる。これによると、海サソリ類を含んだ、フシクチ類は雲型類を除いた側系統群であり、もしくは海サソリ類をフシクチ類から除外する。 カブトガニ類とウミサソリの多くの共通点は単なる共有原子形質、祖先形質であるとみなされる。また、全体の姿とあと体付属子の構成がウミサソリ類に似通っているチャズマタスポディラ類との遠関係も注目される。また、あと体の構成と呼吸器官の配置などの形質に基づいてウミサソリをサソリの姉妹群とみなす遺説もあったが、この見解は 後の研究に指示されていない。2018年現在、海サソリ目の海分類は2ア目、約250種が認められる。海サソリ類の一覧、もう参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。